お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら LJ デッキをねちょっといろいろ紹介していこうかなと思います。これですねもう先日、新カードね出たばっかりの、あちあちのねカードでございます。というわけで、まあ、評価的にはまあ強すぎず、まあめっちゃ弱いわけでもないのかな、まあみたいな感じの評価を、まあ、今のところされてます。で、まあ、性能を軽く話すと、HP はゴーレムよりはちょっと低いよ。で、コストが8ですね。ゴーレムと一緒。で、なんと、まあ、施設に、ジャイアントなので、普通に施設をね、こう優先的に、こう攻撃しますよって、ユニットには攻撃しません。まあ、ですけど、カウンター攻撃、まあ、反射ダメージというものを持っていて、自分を攻撃してきたやつは許さないよ。俺もやり返すよというような、まあ、一発攻撃されたら一発ビリビリのね、ダメージをやり返すというような、性能を持って、いますというわけでですね、まあ、なので、まあ、小物に強いんですね。小物に、まあ、ちっちゃいダメージ受けても120ダメージ固定、大きい一発を受けても120固定なので、ペッカとか、まあ、そういったユニットにはちょっと弱いのかなと、まあ、その分小物には強いカードと、まあ、なってるかなと思います。でハンターとかはこうハンターって弾が10発あるんですよこいつ、まあ、なので近距離でハンターの攻撃を受けると、いやお前10発当てたなってことで、あの LJ が10発分のねカウンターをやるので1200ダメージですかね。120×10発分のダメージ与えてハンターがねワンパンされるというようなシーンも多分見られると思います。というわけで、まあデッキをとりあえず紹介するんですけど、1から4のこのデッキは、まあ、もうすでに12勝されているデッキですね。なのでまあ本当に新カード出てすぐに、12勝された最新デッキで、これが、あの、日本のね、ファブの、ジャック君がこれで12勝してましたね。で、こう、まあ、ジャイなので、これは多分もともとエリゴレの枠を、まあ、ジャイにしたみたいな。で、これがゴーレムの枠を、まあ、ジャイ、このエリジャイにした。で、これも多分エリゴレの枠をエリジャイにした。で、これはジャイアントですね。そのまんまのジャイアントの枠を、まあ、エリジャイにしたような、型となってます。で、まあ、全部に共通って言ったらむずいですけど、まあ、この3つに共通する部分としては、結構こう、まあ、守りが固いと言いますか、防衛できるカードになってるんですよね。なんか、ババコエを置いて、守って守ってエレジャイみたいな。これも、まあ、エレジャイ出した後にも守れますし、守って守って守ってエレジャイもできる。まあ、そんな感じかなと思います。で、まあ、この5番目のデッキは、単純になんか、さっきエレジャイ使って遊んでて、このデッキと当たったんですよ。で、あれちょっと強いなと思ってパクりました。というわけで、今日ちょっといろいろまあ、このゴーレムの枠が、エリジアになったこととか非常にちょっと使いやすそうなのでね、紹介していきたいなと思います。で、まあ、8コストなのでなんか序盤にこう先すぎるとなんかこうゴーレムだったら初手ごれしてダクネ出して形組んで1本とかも全然あると思うんですけど、なんかゴーレムほど盾として優秀でもないですし、なんかこう威力を出せる、カードとはなんかまた違うなというような感じなんですよね。なんかそう、一発で持っていけるかっていうと、そこまでのなんかね、火力がないと言いますか。なんかこう、まあでも確実に、やっぱ相手のタワーにはダメージ与えたり、というのが、まあできるカードなので、なんか守って守って、からなのかなと思います。なんでこういうアイスイズ入りの防衛デッキとか、まあ施設入りの、なんか、まあ施設だったり、まあなんか、こう、なんか守れるカードがちょっと当たり前にいるんじゃないかなと。まあ思いますね。よいしょ。さあ、エレジャイですね。こういうとこワンチャン行ってもいいのかな。まあ一旦ね、行ってみましょうか。で、まあエレジャイは、まあ後半とかに入ったり、なんかエリアドを取ったなって思ったら、こう、一番タワーの後ろからね、出したりとかもいいと思うんですけど、まあ基本的には、まあどうなの、正しい使い方がまだわかんないんですけど、なんか僕的には、こう、守って守って守って、端前にエレジェイドンっていうのが、なんか個人的には合ってるんじゃないかなと、まあ思うんですけども、さ、今回は、相手がクロスですね。序盤攻めちゃってちょっと危ないですが、タルババライトで、なんとかね、切り抜けていきます。で、あの、まあ、エレジェイという名の通り、まあ、エレキと同じようなね、性能を持ってます。カウンターのね、攻撃、カウンター効果っていうんですかね。あの、リセットですね。なのでクロスボウとかに対して、まあ、攻撃をすればあのリセットが、ね、あると思います。通常攻撃もあるのかな。カウンターのやつはビリビリってなるんですけど、通常攻撃はビリビリがあるのがちょっとまた謎ですね。この後多分わかると思います。さあで、まあ、こっからですね、ケツから
組んで、まあ、逆サイ攻められてもアイスイズとかで守れるっていうのが理想だと思うんですけど、まあ、今回クロスなので、まあ端前これは言っていいと思いますね。さあビリビリタイムで、後ろのマスケットとかは攻め取るねでね回収したいかなと思います。まあ、HB はぼちぼちの、ほら攻撃してくるやつ、あクロスとかにすげえビリビリしてるっすね。あのクロス一発一発が早いじゃないですか。なのでビリビリ120カウンター120カウンター120カウンター、まあ、みたいな感じですね今の感じだと。さあでじわじわというか普通にダメージ負けてるんですけど、まあ、こうなったらワンチャン普通にここケツから入れちゃいくんで、あのまあ攻めライトニング打ってっていう突破するパターンもすごいありかなと思います。今逆サイ来てもこうまあなんとかいい感じに耐えれればいいかなと思います。さあ後半になればケツから後ろからねユニット組むのもすぐありなのかなと。であのもうマスケとかちょっと引っ張っちゃってね、ここ処理したいですね。さあであのテスラにライト、いやめっちゃいいライトかもしれない、これナイトに行くな、いやめっちゃいいけどエレジャイね、なんと見えない、いやでも一発カウンターで反射ダメージで2発というところですね。なんかエレジャイってエニレベが変わってもあのカウンターのダメージが変わんないんですよ、まあ、なのでよいしょ、あこれでも強いんですよね。あのマスケが強制的にてかこのねカウンターでこのクロスを処理できるんですよ。いやこれめっちゃ強くない？多分クロスに対してちょっと強い、あれあれ、なんかクロスの周りに出てきたスケとかもこうあいつを攻撃するとエレジャイですね、あの結局やられてしまうっていうのでクロスに対してちょっと強いんじゃねっていう思いがあったんですけど、さあディーン、うい、めっちゃ勇気してきた、ちょっとやばいな、あのライトニングで削っていこうと思ったんですけど普通にやばい。まあでもここもエレジャイで多分耐えれるんですよ。これねテスラとかも攻撃したやつが全部このねカウンターダメージを受けていくんですよね。いい、あめっちゃいい、クロスに対してちょっとだけ優秀説がありますね。え待ってやばい、普通に相手うまない？いやびっくりしちゃった、普通に立ち回りがうまいですよね。オーケー、まあでもさすがに耐えれますね。オッケーオッケーオッケー。でなんなら端前エレジャイはやんちゃですね。一回ね後ろからの、あ相手やってる相手やってる相手やってる、こうユニットを貯めて貯めて、よいしょ、さあ端前エレジャイドカンと、うわーすげえな相手、どうにかして勝とうっていうこのね意志が伝わってくるのがちょっといいっすね。で僕もねあと380なのでぶっちゃけ耐えれば勝ちなんですよね。オッケー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 。さあエレジャイのリセットもあるので最悪まあタゲ取られてもエレジャイでねリセットできるというのはちょっといいですね。なので通常パンチにもあれですね、通常パンチにもビリビリビリがあるですよね、じゃないとタゲが変わんないので、はい、まあそういうわけで、今回はゴーレムの枠がエレジャイになったやつですね。でまあ次は、まあ、個人的にこれですね、あのエレジャイクエイクでどうにか削っ、まあちょっとずつ削ってこうまあカウンターが来るんですよ。エレジャイってなんかこう硬い系のユニットを完全に処理できないんですよ。小物に対してやっぱ突破できるんですけど、プリンスとかまあ、ペッカとかで抑えられたら余裕でカウンター来るんですよ。そう、カウンターを受けやすいカードだと個人的に思ってて、さっき来ましたね。なので、こう、個人的にはそのカウンターを止めれるような防衛力が欲しい。なのでさっきはアイシーズだったり、まあなんか施設だったりだったので、今回はまあデリバリーですね。ゴボリプラスデリバリーで、こう、相手のカウンターをまあ防いでいくよというようなデッキ。ですね。で今回相手がもう初手からガンガン攻めてきてるんでちょっと怖いですね。ちょっとだけ怖いんですけど、多分ねデリ、あやばい待って、ちょっとだけ怖い、うい、いやいい、よく耐えた。そうデリバリーと、まあ、あとゴボリもね優秀だと思いますね。前シーズンとかからもずっと使われてて、まあ、トリトンとかも使われてるんですけど、まあ、新環境マスケとかが加放されてヒースピンも加放されて、いろいろ多分変わるんですけど、まあ、ゴボリだったり、トリトンはまだまだ普通に強いんじゃないかなというところで、あの、エレジャイメタにもね、なると思いますね。すごい、なので、おすすめですね。トリトンと、あれですね。ゴボリ。まあ、使いやすいですからね、置いちゃえばいいので、そう、置いとけば、これだけで守れます、という感じですね。で、まあ、あとは、エレジャイね、ケツから、
出すか悩むんですけど、これどうしようかな。まあ一旦これは出してもいいのかな。いや出さない方が良かったですね。なぜなら相手のプリンスにカッツンカッツンやられちゃいますね多分。いやでも言うてここでオッケーいい感じに、いい感じにしろ、いい感じに。いやーなんかエレキが殴られそう。なんでやねんお前なんでエレキが殴られるねんって感じなんですけど、いや待って、エレシアめっちゃダメージ受けてる。これがね良くないですね。でビリビリの円に入ってさえすればカウンターのね、よし、さ反射ダメージがあるんですけど、相手の防衛がなかなかうまいぞ。あれあれってちょっと普通に負けそうなんですけど、ちょっとだけやばいですね。さあプリンスがね意外と厄介、まあですが今から耐えれそうですね。これあれですね、僕のさっきのデッキスロットの 4個目ぐらいに入っていたデッキですね。よいしょ。さあこのヤリゴブリンがあれですね、普通にやられてしまうというようなやつです。5来るかな。5来るが、まあまあまだ耐えれるですね、まだ耐えれる。よしよしよし、なんならカウンターを僕はね狙っていきたい。でウッドがあるのか、てかトリトンもいましたね。でこのデッキだとトリトンを突破できない。これやばい、普通にトリトンされてアドになっちゃうですね。いやでもいやワンチャル、ここでできるだけ削りたいですね。キング起動されたので、オッケー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 、まあまあ削る。さあ今回はさては負けるエレジャイワンパンできんのかな、これどうなんだろう。可能性がねどれぐらいこうあんのかがすごい何とも言えないんですよね。まあたまたまこのデッキがトリトンを突破できないっていうのもあるんですけど、さあ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 耐えてね。これでも別に耐えれるのは耐えれるんですよ、エレジャイ別に足も遅いので。よいしょ、さあ全然耐えれるのは耐えれるんですね。問題は僕が突破できるかどうかなんですけど、相手が今トリトン使ったんですよ攻めで。でこれエレキが降ってくるぐらいかな。オッケーこれだって、あービリビリでね、いやビリビリでクエイクでちょっとプリンス遅くして、いやめっちゃいいめっちゃいい、スケドラがどっか行く、いやめっちゃいいめっちゃいい、ちょっと待って、はい、いやめっちゃいいよマジである、ワンチャンあるな。ハシマイヤリゴブっていうちょっと家らしい感じでね。でエレキをこっち側に出しつつ、やばいちょっとやばい、エレキ殴られるのやばい、ファイボが、ファイボだけはやめて。よし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 、来た。いやこれカット説あるな。でここでまあ行くじゃないですか。でまあトリトンが来るのはもうしょうがないんですよ。なのであえてここで逆サイを行く。いやめっちゃいいめっちゃいい、逆にめっちゃいい。オッケーでトリトン引っ張ってもらえれば、うい来た。これでねエレジアが攻撃しつつカウンターのね反射ダメージですね、120こう入るというところで、まあなんかまあまあですよね多分見てる方が多分今の相手のデッキはこれなんですよね。そう見てれば多分わかると思うんですけど、なんかそうなんですよね、めっちゃ弱いわけでもなく、まあなんかめっちゃ強いともなかなか言えない。まあでもありなしって言われたらなしだし、ありって言われたらありだよなみたいな、まあなんかそんな感じのね、なんとも言えないなんとも言えない感じのカードですよね。待ってやべ、トルネ使いミスった、うい危ない。オッケー、さあ今回の相手はユーノですね。ユーノエレジャイな、これ何のカードと合うだろう。なんか僕もちょっとデッキ作りたいですね。まあでも作るならアイスイズとか入れてなんか守って最後にまあゴレみたいなになっちゃいますよね。なんかねこう思いつきそうなんですけどね、考えれば反射ダメージとかとうまく使いつつ、よいしょ、ワンチャンっぽいザップいてー。今回相手ペッカですね、ペッカなのでエレジェイがそうペッカに弱いんですよ、まあ、多分なんですけど、そうどんだけ痛いダメージ受けても120ダメージっていう、もうこいつきっちりしてるんですよね。そう、どんだけ痛いダメージ受けても、お、これあれだ、エレジャイで逆サイ釣れる、オッケーこれはまあまあまあジャイでも変わんないですからね。なんならやばいかも全部のユニットが生きてる、ちょっと待って助けてやべえな、マジ打ちやばくない、まあまあやばいっすよねこの絵まあでもこれはもうこっちをライドラとダックプリの気合で耐えるしかないんですよね。オッケーあ待ってやばい、耐えれる、いや耐えれたら、いや耐えれるな、熱いな、
ね、これ取れねー、なんとも言えないですけど、オッケーオッケーオッケー。まあ、耐えればよしでしょ、耐えれば。いや、ペッカですね。これ、多分、ペッカが一番きついレベルだと思うんですけど、まあ、ペッカとかプリンスとか、このペッカにさえ、勝てれば、多分、マジで何にでも負けないんで、よし。まあ、ヒーラーがね、奇跡を起こしますよね。さあ、トルネファイボ。反射ダメージプラスのファイボとかで、こう、まあ、エレキとか、まあ、なんかそういうのをね、処理できたら、まあ、それはそれでまたいいのかなと、まあ、思うんですけど、それならまあ、別に攻めトルネファイボしちゃえって感じなんですけども。まあまあまあ。そうそうそう。ね、僕はね、イリジェを出すタイミングをね、伺ってね、我慢して我慢して最後に行きたいですよね、僕としては。まあ、こういうところで行っちゃってもいいのかもしれないですね。で、なんならヒーラーもつけてあげて、よしよしよし。なんとも言えねえな。ちょっと待って待って。あれ？あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？どこ行ったあいつ？このゴーグルのおっさんどっか行っちゃったな。え？さあ、今回、端前につけてダメだったので、じゃあ、ケツから組んで、ゴリぶっぱ説も、まあ、ないことはないのかな？さあ、どうでしょうか。が、もう、このエリジェを出す必要がない説もある。まあ、一旦ね、一旦頑張って耐えて、あ、このライドラとかがいるときに、端前に出す説は結構あるな。で、あのヒーラー、あ、ちょっとやべえ。あ、待って、これやばい。やったかも。これやばいかも。これ、さては刺した？いや、でも、チェーンで、チェーンで今の殴ってくれたらマジでよかったんだけどな。いや、ヒースピで一体な。回復したかったな。いや、でも全然ある、全然ある、全然ある。これなんなら、神ファイブ。一発許容。で、この、やばい。この間違えちゃダメ。さあ、なんなら勝ってるんだけど、勝ってるって言える？これ。ちょっと待って、本当に。LJ、多分これ、もうちょっと違うカードだったら、もうちょっと楽に勝ててる気がするんですよね。あんま言いたくないんですけどね、僕そういうこと。よいしょ。さあさあさあ、今んとこ全然微妙なね、カードでございます。まあ、ちょっとだけやばい。いや、いいザップ。まあでも、ここはヒーラーで耐えれる。で、僕としては、多分耐えれば勝ちなんですよね、今んとこ。今んとこ耐えれば勝ち。で、どっかで端前エリジャ行きたいな、こういうとこね。こういうとこで端前エリジャ行きたいんですけど、これ来るな。いや、来ない。いや、ここ来た！これだ！ここで、端前エリジャをしたいけど、逆サイが来る。いや、行きたい。待って、やばい、待って、待って、入りすぎ、入りすぎ、入りすぎ。え？ちょっと待って、待って、待って。やばい、やばい、やばい。なんで？なんで、なんで、なんで？いや、ここだ！行け、行け、残り20秒ある。20秒あれば多分間に合う。で、ヒーラーを添えてあげて、ヒーラーを添えてあげて、この家のダメージちょっと怖い。オッケーオッケー、カウンターダメージある。カウンターダメージで、来た！チェン？で、ピリッ！ピリッ！ウェーイ！いや、なんか微妙だな。まあでも、どうなんだろうな。まあ、使い方は多分もっともっとあると思うので、まだこう、僕も使ってすぐなのと、使われ方、まあなんかもっとこう、優秀なね、大活躍する立ち回りっていうのもあると思うので、まあ、一旦今日はこんな感じでね、終わろうかなと思います。まあ、ぜひね、まあ、まだこのマスケットとか、ヒースピとかがまだ加工されてなくて、まあ、新カードが出ただけで大きく環境が変わってない時にね、まだ撮影してるので、またね、こう、大きくこう、スケドラが加工とか、マスケ加工とかされた後だったら、またね、ちょっといろんなデッキも増えるんじゃないかなと思います。というわけで今日はこんな感じでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。